はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田だよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはセブン&アイより2019年12月2日に発売されたセブンプレミアム一口タピオカチョコほうじ茶ラテ味、こちらご紹介したいと思います。本体価格138円、税込み149円となっております。数量限定でタピオカドリンクの味わいが一口で楽しめるチョコレートです。タピオカでんぷんを使ったもちもち食感のクミをほうじ茶粉末を配合した、香ばしさと優しい甘さのあるほうじ茶ラテ味のチョコレートをコーティングしましたということですね。これはね、タピオカ味っていうのなんですが、今回はこのほうじ茶ラテ味という166キロカロリーの炭水化物が、糖質が 18.9g、 植物繊維が 0.2g となっております。これチャップ式になってるっていうところがあれですね。アレルゲンは卵、乳成分、小麦、大豆、ゼラチンとなっております。カバエは食品さんですかね、共同商品となっております。で、名称はチョコレートということでこういうふうになっております。で、内容量は 32g、 カロリーは先ほど言った通り 32g あたり 166キロカロリー、 炭水化物は 19.1g、 糖質 18.9g、 植物繊維が 0.2g です。では開けていきたいと思います。先ほども言ったとおり、これチャック式なんでね、でもすごいです、入ってる感じですね。これすごい、なんかチョコボールのでかいバージョンで、いただきます。うん、美味しいですよ。ほうじ茶もまた美味しい、あのほうじ茶の感じがして、いい味してます。これすごいね。でもよくタピオカをねチョコに包もうと思いますよ。おいしい、タピオカグミにチョコを包みましたみたいな、そういう感じですね。うまいな。これはもう一回買いたいかってなるんだけどな。読んだな。美味しいけど、もう一回買いたいとまでは、いやないな。はい、ぜひこのもちもち食感のタピオカチョコ、ほうじ茶ラテ味は数量限定となっております。今だけなのでぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いなという方はぜひチャンネル登録、高評価、カレンダーも見てくれば私は喜びます。では。